わーわーなど言っていません。エロ本？いやらしい本ですか？六音寺君がそんなものを。そんなことはない。ですが、仮に六音寺君、どんなものを見たので、どんな。携帯電話でこんなページが。なんだこの程度か。ただおっぱいが出ているだけじゃないか。こんな青臭い小娘が脱いだところで特になんとも思いませんね。本当は全然。お姉さんが教えてあげる真夏のカテキョ大作戦。若妻の高色な昼下がり、あの人には言わないで。熟女乱舞、乱れ妻たちの共演。熟女が。お母さん。熟女。年のいった女性というのも。熟女。やめろ、そんなわいせつな。下品だぞ。だからこれがどうした。バカバカしい。さすが庶民らしい低俗。俺は世界に名だたる写真家のパパの仕事で、小さい頃からモデルの裸だって飽きるほど見てるんだ。こんなもの大したことないさ。所詮絵じゃないか。これがどうした。こんな絵なんて、所詮この子どうして股間が膨らんでるんだ。男？バカな。こんな可愛い子が男？ついてる男！漫画、絵で描いただけでこんな。朝っぱらから何やってんの、教室で。やめんさいよ、純朴な少年たちに。あー、いくちょ、鼻血拭いて。すいません。はあ。